ミュンヘンオリンピック競技場、トワイク宮殿ハノーバーバンコク博覧会日本館屋根、フライ、パウロットはドイツの建築家、構造家、ケーブルネット構造や膜構造を使った空間が評価されている。特に博覧会のパビリオン建築や競技場建築など、その用途上大空間を必要とする建築物において、彼の得意とする膜構造の釣り屋根のメリットが活かされている。 自然科学から着想を得た、物理的にも、衣装的にも軽やかな構造を得意とし、曲面の設計の際には、シャボン玉などを用いた実験を行うこともある。フライオットーは、建築学を学んだ後、第二次世界大戦末期に、ドイツ空軍に招集された。戦闘機パイロットであった、彼は、眼下の街が、次々と破壊されていく様に強い衝撃を受け、永続的で、 頑丈であることを胸とした従来の建築家への疑問と定年を抱いたという。フランスの捕虜キャンプにおいて住居の必要に迫られながらも資材も何もない厳しい状態に直面した。その時テントを駆使して住居を構築する実験を始めたのが彼の幕構造建築への関心の始まりであったと言われている。第二次世界大戦後。 オットーは短い間だがアメリカを訪れ、エイリヒ・メンデルゾーン、リチャード・ノイトラ、フランク・ロイド・ライト、ミース・ファンデル・ローへと会う。その後、1952年からドイツで独自の活動を開始し、馬の鞍型の三次局面を用いたドイツ庭園、博覧会の多目的ホールで注目を浴びた。彼が幕構造を本格的な建築構造として、 発表したのは1954年の博士論文、釣り屋根でのことだった。この釣り構造の研究で博士号を取得する。オッーは釣り構造を用いた軽量建築物の世界的権威であり、土木技術における構造計算技術にも業績を持つ。オッーはバックミンスター・フラーとも似た実験と実践の業績を重ねてきたと言える。その他にも両者は、 セントルイス・ワシントン大学、ベルリン工科大学で教弁を取ったこと、1967年のモントリオール万国博覧会の主要パビリオンを設計したこと、効率的なフレーム構造を追求したこと、膨らませる建築の実験を行ったことなど、偶然とも必然ともつかぬ共通点を持ち、両者とも従来の構造力学、構造計算手法を大きく超えた成果を出している。 オットーは1964年にシュトットガルト大学の教授に就任し、同大学にて軽量構造研究所を設立した。その頃の作品の一つに代表作であるミュンヘンオリンピック競技場がある。1984年ウィーン工科大学で開催された国際シンポジウムメイッシュウントラウムにおける講演でも注目を集めている。オットーが手がけた。 晩年のプロジェクトの一つとして、2000年の花オーバー、万国博覧会、日本館があり、材料として紙を用いるなど、材料、構造両面での挑戦的な作品である。2015年3月9日死去。89歳ボーツ。薄がベイルタアーバイトンフォンフライ、オットウント在年チームズ。ありがとうございます。